ブ。6月15日木曜日、時刻は12時43分を待っています。前橋シティ FM のスタジオからクリップ生放送でお届けしていきます。担当は磯日彩香です。皆様後半もどうぞよろしくお願いいたします。はい、やっとねちょっとこのお話がクリップでできるかなと思うんですけど、先週は、GBGB ファイナルということで、日本とったグリーンドーム前橋で、アーティストがね集まった福祉のイベントが開催されましたけど、今回で8回目もうね長く続いてるイベントが、まあ、ファイナルということで、2日間でなんと8000人を、はい、迎えたそうです。すごいですね。まあ、ローグさんが主催ということでね、ローグさんをはじめ大黒摩季さんや吉川浩二さんなどね、本当に著名人が集まってまして、私もねその中でオープニングアクトで出演させていただきましたので、夢のようなね時間を過ごさせていただきました。今回これはね、まあ、福祉のイベントなので、チケットの収益をね、ハンデを持っている方のねこう車椅子になったりとか車になったりとかね、もう歴代ずっとそういう風に活動してきて、で今回もね皆さんのチケット代金の収益がこちらの方に回るということでね、本当に素敵なイベントだなと思いました。で会場もアリーナ席があって、で後ろにスタンド席があって、できちんとねアリーナの横にはこう車椅子の方とか、まあ、目の不自由な人とかね、そういった方々の、ブースもきちんと用意してあって、椅子とかもね並べてあって、ね、広い通路もあって、すごくね優しい空間がグリーンドームにね広がっていたなと思っておりますね。はい、リスナーさんの中で行かれた方はいらっしゃいますかね。どうですかね。あ、手を挙げてくれるね観覧の方もいますけどね。はい、私もね本当に出演がもう感覚的にはもうあっという間で、なんか1分で終わったんじゃないかっていうぐらいの感覚で、始まる前はとってもね緊張していたんですけど、もうステージに立ったらとっても楽しくて、もうロッカーのねロックのファンの皆さんとっても優しいので、みんながもう迎えてくださって、とてもね楽しい時間を過ごさせていただきました。でまあその後私はもう午前中に終わったので、ただねこう楽屋挨拶をしたりとか、他のね出演者の皆さんのライブも勉強させていただいて、いろいろ見ていきまして、やはりねこうラストのローグさんのパフォーマンスは、みんながもう会場中がもう大号泣で、私もコンタクトが乾くんじゃないかぐらいちょっと泣いておりました。ボーカルのね奥野さんが、まあ、ちょっと事故でねってなってしまって、でも音楽このローグで諦めないで、みんなが誘い出してこの GBGB が行われてね、こうやって続いてきて、目と目を合わせるんですよね。こう香川さんと奥野さんが弾きながら目を合わせたりとか、そこにはやっぱ優しさと絆と、なんてあったかい世界なんだろうなって思って、で周りにはボランティアの方々が200人近くいらっしゃったんですけど、まあ、その方々も多分ですよ、もう今までこうローグさんと関わってきた人たちなんだろうなって、ロックが好きな方々なんだろうなっていうのが伝わるぐらいの、こうなんだろう、まあ、見た目で判断しちゃいけませんですけど、でもそういう感じなんですよ。だから200人もボランティアで集まるってことは、これもローグさんの人柄だったりとか、それでね、まあ、成功した GBGB だったのかなと思ってね、こうすごくたくさんの人がいて、音楽がやはりねみんなを一つにして、音楽の力ってすごいなっていうのも思いましたし、マスクをねこう外してもいいライブを多分久々にね体験してる方とかもいて、みんなのお顔がやはりねちゃんと見えるんですよね。これ結構大きなところで笑顔が見れたりとかね、歌声が聞こえたりとか、演者にとってはねそれはとっても嬉しいことなので、そこでねまた奥野さんもね、みんなローグさんもみんなぐわーっと泣いていましたし、すごく素敵なイベントが無事にね、まあ、ファイナルということで、開催されました。それがねこのここ前橋で行われたのは本当にすごいことで、きっとねそこで行われたことによって、前橋のいろんなね観光名所とかもその後行ってもらったりとか、泊まりで来た方とかもいると思うのでね、前橋がそのおかげでにぎわったのかなと思うと、本当にね嬉しいことですね。2日間たくさんの方お疲れ様でした。
私もね関われてとても嬉しかったです。またねこの GBGB という名前はねまあ、なくならないようにこう後輩たちがね何かのイベントにこうちょっとだけ GBGB 入れてくれればいいからみたいな香川さんも言ってましたのでね、こう後輩たちがこう大きな先輩たちの後を継ぐ、ここもねまたリレーみたいな形でね素敵だなと思いました。私もねその一人になれたらなと思って今後もね群馬県のために頑張っていきたいなと思いました。あーやっとクリップで話せましたねありがとうございます。